皆さんこんにちは、毛利と申します。それでは今週もパキポディウムの未消の状況についてお伝えしていきます。まずは先週のおさらいからです。種まきから26週が経過した時点でした。ついに室内に、移動しましたね。最低気温が10度を下回る日が連続しそうだったなというふうなところから室内へ移動させました。ただですね、室内の植物育成ライトのですね、照度がやや低めなのでちょっとそこが心配かなというところで、窓からの日の差し込みとの併用で、なんとかしていきたいなと思ってます。はい、それでは今週の状況です。まずは11月15日の状況から見ていきましょう。未消185日目の状況です。この日は水やりせずでした。先週移動させた段階ではちょうどこの鉢の下に置いてあるダイソーのタッパーですね、そのタッパーの中にこの鉢を置いていたんですけれども、ちょっとなるべくですね、鉢に当たるような、この目に当たるような光の強さを強めたいなというふうなところから、タッパーの上にですね、それぞれのこの鉢を置くような配置にしました。高さを出して LED との距離を狭めて照度を上げようという考えですね。あとはこうタッパーの中に入れておいちゃうと、こうサーキュレーターで風を当ててるんですけれども、やっぱりこう鉢の側面ですねに風が当たらなくなっちゃうので、ちょっと蒸れっていうんですかね、こう用途の乾きとかも悪くなっちゃうかなと思ったので、このタッパーの上に置くという方法にしました。今ご覧いただいているのは186日目の状況ですね。この日も水やりはせずでした。続いて11月17日の状況です。未消187日目ですね。この日はですね、水やりをしたんですけれども、ただ水やりの加減っていうのもちょっと迷っていて、探り探り行こうかなと思ってます。で、今までだともう鉢底からたっぷり水が流れ出るぐらいこうしっかり水やりしてたんですけれども、室内に入れて用途の乾きがあんまよくなくなるかなというところもあったんで、水やりの具合はですね、ちょろっと水やりっていうんですかね、こう鉢底から水が流れ出ないぐらいっていうんですかね、ギリギリその加減でちょっと水やりをしてみました。はい、続いては未消188日目の様子ですね。この日は用土がまだ昨日ちょろっと水やりをして全然湿っていたので水やりはせずと状況ですね。それぞれの苗の状況としては、あんまり先週から変化はないのかなという感じですね。もう涼しくなってからはこう成長するって感じもあんまりなくだったので、このまま多分なんていうんでしょうね、あんまり成長しないでずっと行くんじゃないかなというふうに思っています。はい、続いて11月19日の状況ですね。未消189日目です。この日はですね、朝にこの植物を置いている棚をですね、若干移動させました。っていうのもやっぱ日照不足をもうちょっと解消してあげたいなというところからですね、この棚を置いてある位置ですねをかなり窓際の方に、寄せました。なので天気がいい日は結構日光が差し込んでくれるんじゃないかなと思ってます。でちょうどこの日の天気が晴れでして、結構日が差し込んでくれたようで用土が乾いていました。なのでこの日はですね、水やりを行いました。結構しっかりめにこの日は水やりしましたね。鉢底から水が流れ出るぐらいっていうんですかね、はい、やりました。はい、続いては未消190日目の様子ですね。昨日水やりをしたというふうなこともあって、用土はしっかり湿っ
ていたので水やりはせずでした。こちらロスラーズムですね。続いてホロンベンスです。ちょっとこの棚のですね、あの天井部分とこの鉢の隙間がですね、あんまりスペースがないのでかなり寄り気味な動画になってしまってますね。笹の雪とドラセナドラコ、こちらも相変わらずですかね。はい、それでは今週のまとめです。種まきから27週が経過した時点でした。室内に移動してから約1週間が経ちました。まあ、条件っていうんですかね、管理状況としては、LED で1日12時間から14時間程度の照射をしています。ちょっとなんでこんな微妙に幅があるかっていうと、私がこう外出してた場合ですね、帰ってくる時間がまちまちで、家の帰りが遅いと14時間ぐらい照射してることもあるというふうなところですね。風はですね、サーキュレーターで、当てています、ただですね、朝から、朝起きた時から寝るまでの時間ですねにしてます。夜、まあ、寝てる間はちょっと止めてますね。24時間かけた方がいいのかなとも思いつつ、ちょっと、まあ、どうしようかなっていう感じで、今のところ朝から、夜寝るまでの状況にしてます。はい、今週の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけますと幸いです。概要欄には Twitter と Instagram の URL も記載しております。よろしければフォローください。それではありがとうございました。失礼します。